子供プロダクションチャンネルでございます。4月1日から秋田県小吉川の桜ます釣りが解禁になりまして、まあ第2週から私参戦してるんですが、まあ2週3週ぐらいは調子良かったんですよ。まあ6本かけて5本取れてたんですが、ここ最近は全く調子が悪くて、取れてないのが10日以上ですね。11日くらいになってますね。で、今日は私のタックルを紹介したいと思います。まずロッド、まあ、ベイトのシステムなんですけども、テールウォークのケイソンランズバック2 C70MH、 ルアーはマックス 30g の竿ですね。こんな感じですね。で、リールは、まあ、ベイトなんですけど、まあ、これアイナメロックフィッシュ、ハードロックフィッシュで使ってるベイトリールを流用しています。まあ、10g 前後のミノを投げるわけなんですが、いまいち飛びが良くなかったんで、スプールアベイルの軽量スプールに交換しました。PE の1.2 を 75m ぐらい巻いてます。で、ブレーキもマグネットに変えました。まあ、もともとついてたのは SVS なんですが、マグネット、あとベアリングも変えてあります。ベアリングがヘッジホックスタジオ製ベアリング第5弾、まあセラミックベアリングですね。エア HD っていう4000円ぐらいの、まあ、ベアリングなんですけども、この軽量アベイル軽量スプール
マグネットブレーキで、ベアリングを変えたことによって飛距離が、まあ、30% ぐらいはアップしましたね、うん、大変使いやすくなりました。あ、リールはシマノの軽かったコンクエスト 101HG です。はい、まあこれ1ヶ月間全然メンテナンスしてなかったんで、今日ベアリング部分脱脂してね、また油さしました。また明日から、まあ、綺麗に調子よくなると思います。ちなみにリーダーは4号使ってますね、はい、弓ぐらいですね。どれぐらいかな、60センチぐらいかな、弓で。はい、ルアー紹介します。まあ、スプーンはあ、またモルトいただきながらやってます。友達のおすすめで、まあ、買ってみたんですけど、ハイランドパーク12年、これも美味しかったですね。スモーキーなウイスキーが好きで、まあ、それ以外ずっと飲んでなかったんですけど、これ飲むきっかけになったのが、台湾のウイスキーメーカーのカバランソリスト、ちょっと持ってきます。これなんですが、これたまたま友達がやってるバーでごちそうになったんですよ。そしたらものすごく美味しかったんですよね。これはバーボンカスクって書いてありますから、バーボン樽で高熟したものだと思います。これを飲んでからこういう傾向のモルトも好きになってですね、他のいろんなモルトも飲んでみるようにしてます。まあそれにちょっと似てると思います、このハイランドパーク。まあこっちはちょっともっとこうフルーツっぽい、なんていうのかな、サクランボの味だったり、あとはベリーの味だったり、まあそういうものを感じるんですけども、まあ、そういうのはちょっとないんですけども、まあフルーティーって言っていいのかな、フルーツ、ドライフルーツとかと合う感じの味になってます。大変美味しいです。で、話それましたが、スプーンはプルーラ、アイジェットリンクだったかな、ちょっと細身のスプーンなんですが、これは 16g あります。まあ、なんでこういうものを使ってるかというと、沈みが早いんですよね。 16g でこの細さなんで、スッと沈んで転がしやすい。で、こう巻き上げても浮きにくいんですよ、流れがあっても。それでこれ使ってます。で、これじゃないスプーンもまあ使うんですが、まあ、20g ぐらいのスプーンを買ってベルトサンダーで削って細くして使ってます。その方がなんていうのかな、スローじゃないというか、こう早く釣れるというか、太いと巻き上げも遅くしなきゃならないし、こう一連の動作が遅くなっちゃうんですよね、スローになっちゃう。これはファーストでいいと思います。あとはミノなんですが、これは拾い物です。拾い物で色自分で塗ってます。これチェリーブラッド、まあリップ短いんで浅いところで使うようです。これは MD なんですけども、これもなんて言うんだろうな、 M ディープっていうミノです。これももらいもんです。もらいも赤金だったんですが、私はちょっとこうチャートっぽい感じの、まあ渓流でもそうなんですが、チャートっぽい感じのものが好みでよく使用してますので、自分で塗装しています。あとで塗装の仕方やりますんで。これもいただき物で、なんだっけな、ティムコのシュマリで、これディープダイバーだったんですけど、ここ削ってね、
MD に変えてます。これシュマリ、これ買ったばっかのやつですね。ブルーバックにパールですね。お腹がチャート、まだ釣ってません。これは昨日拾ったルアーなんですが、1個なくして1個拾ったみたいな感じなんですよね。よくあるんですが、魚は釣れてません。これ塗装しました。グリーンバックのブルーのラインが入ってシルバーだったんですが、蛍光のグリーンバック、ほとんどそうですよね。これを買った時から、このカラーなんですが、このカラーはよく釣れると思います。これも拾ったやつですね。なんだっけな、ソウルズのブルースライド IM110。 これMD とシャローとこう使い分けられるんですよね。穴が2つあって、手前の方につけるとシャロー、この口元のやつにつけると MD になるっていう、便利だと思います。あと同じくソウルズの MD ジョーカーっていうのかな、これもまだ釣れてないですね。釣ったことないです。それのディープダイバータイプで、私、これ回転式だから意味ないからやってないんですけど、ほとんどのルアーはここ折ってます。1本これで根掛かり率も減りますし、あとゴミもつきにくい。よく苔とか落ち葉とか一番下のこのフックに引っかかってくるじゃないですか。それが軽減される。あと後ろはシングルフックにしてます。でも魚が来た時はここ1本取ってても引っかかりますからね。この2本があればそういうパターン何回かありますんで、あと後ろからガブってきたらこの強力なシングルフックで捕らえますんで、ここ折っても問題ないと思います。6回かかって5本は取ってますんでね。桜マス釣りはルアーで結構ボトムの方を攻めますから、根掛かりも多いんですよね。で、買ったばっかりのルアー根掛かりしてラインブレイクしたら本当悲しいです。1個1700円とか1800円ぐらいしますからね、これ。でもよく釣ってると上からルアーが流れてきたり、なんか木に引っかかってたり、拾うこともよくあるんですよ。そういった拾ったルアーは、気に入ったカラーなんかは落ちてることはあんまないんですが、色塗ってね、自分の気に入ったカラーにチェンジしています。はい、これが拾ったルアーなんですけれども、ペイントしていきたいと思います。まずフックを外します。はい、外れました。で、使用する道具がこれ、パールホワイト、これ下地に使います。これホームセンターで、売ってる蛍光塗料ですね。あとは軍手使います。前は段ボールの箱にワイヤー吊るしてここでこう吊ってスプレーしてたんですが、最近はもっと簡単にやってます。軍手をはめて、このリップの部分と目の部分を手で覆い隠します。その状態で
出ません。出ませんね。まあちょっとムラになるんですが、まあ、問題ないと思います。これ伝え終わった後にこう逆さにして飛ばさないと詰まりますね。まあこんぐらいパールホワイトが乗っかってれば蛍光の緑を吹いた時にしっかり発色すると思います。このパールホワイトやもしくはホワイトを吹かないで直接こういった蛍光塗料を塗ってもあの暗い感じになってしまうんですよね。ですからホワイト系のものを下地に使っています。まあ5分ぐらいで大体乾いたようなんで蛍光のグリーンを塗っていきたいと思います。まあ、こんな感じでいいでしょうかね。はい、塗装がだいたい乾燥しました。で、まあこのままでもいいんですが、私の場合、こういう風にアセトンでアセトンを綿棒に染み込ませてこうなぞって少し地の塗装を出してフィニッシュしています。それでやってみます。これアセトンです。これで、こんな感じですね。あとこういった目についてしまった塗装もこれできれいにします。はい、きれいになりました。反対も同じ感じでやっていきます。まあ大雑把なんですけど、これで大丈夫だと思います。まあアセトンはあのホームセンターでも売ってますし、もし買えない人はマニキュアの除光液でも、まあ主成分がアセトンなんで構わないと思います。できると思います。このルアーの場合はあのこのゼブラの部分が縞の部分がまあ地金の銀色なんですけど、ここ金色にしたかったら。油性のマジック、まあ、これでこの銀色の部分をですね塗っていただければ金色になりますんでゴールドの感じにできると思います。まあ雑なんですけど、まあ、大体、まあ、釣れますんでね、これで十分かと思います。15分ぐらいでできますんで、一つ作ったとしても。まあ、何個かまとめて作るんであれば、30分ぐらいで、4本ぐらいできると思います。あと、今年、何本かけられるか、桜マス。今、まあ、チャレンジ中なんですけど、今、6本でしょ。
まあ、大体6月、頭ぐらいまで、まあ、頑張ろうかなと思ってるんですが、今年1本目かけたのランディングネット持ってなくて、このフィッシュグリップでキャッチしました。ハラハラドキドキでしたね。これもともとこうあったんですけど、持つところがここ持ってトリガーみたいな感じだったんですけど、まあ邪魔だったんで切っちゃいました、サンダーで。まあこれでも十分です。グッと掴んで、でここ持って引き上げる。何かと軽量してるんですよね。軽量化、まあ、リールも重いんですけど、まあ、他の装備はなるべく軽量化しています。ということで引き続きサクラマス頑張って釣り上げたいと思います。それではまた後ほど、さようなら。